明日夜11時15分からいよいよナイスフライトがスタートします。視界は良好、上空の風も穏やかで絶好のドラマ日和です。この夏一番の爽やかな恋の物語をお楽しみに。ナイスフライト722ランウェイ5クリアルフォーテイクオフ、ボンボヤージ。ナイスコントロール、テラサで配信中、見てね。皆さんこんにちは。気象予報士の資格を持つ管制官の夏目光大です。今夜放送のナイスフライト、恋のお天気模様はドゥルルルルデン。あ、え、マジ？え、このまま読みますよ。このまま読みますからね。どんより曇り空ピエン。時折雷が鳴るかもしれません。何があっても相手と向き合えばきっと解決策が見つかるはずです。それでは今夜の放送でお会いしましょう。バイバーイ、ピエン。羽田空港で撮影中。ナイスフライトもナイスコントロールもお楽しみに。皆さんこんにちは。気象予報士の資格を持つ航空管制官の夏目光大です。明日夜放送のナイスフライト、恋のお天気模様は快晴、お出かけ日和でしょう。はい、自然を感じる場所に出かけると気になる人との距離が縮まりそうです。どういうこと？それでは明日の放送でお会いしましょう。バイバーイ。動画なんだ。寝てるカットです。初めて。もうね、ベッドがほっかほか。あっち。皆さんこんにちは。気象予報士の資格を持つ航空管制官の夏目光大です。今夜放送のナイスフライト、恋のお天気模様はドゥルルルルデン。雨のち晴れ。雨上がりの空はとても美しいでしょう。そして新しい恋の芽生えもありそうです。ナイスフライトロスにも注意です。今夜は最終回です。お見逃しなく。バイバーイ。ナイスフライト見てね。自責。